で、続きを。まあ、どこに出て、まあ、心境が変わったよねって話です。やっぱ目指し始めの時は、理想っていう、なんか本当に形ないものをずっと追っかけてて、うん、で、それが楽しかったりもしたし、バイトを毎日も十何時間働いたりとかして、睡眠時間も削って、毎日毎日ずっと働いて、で、2ヶ月に1回休みがあるか、ないかぐらいだったんですよ。それを続けて、最初ね。そうです、うんで。それでミラノに行って、で、それで、やっぱり自分じゃダメなんだなって、意外と気づいて、ミラノで行って気づいたんですよね。なんか俺全然まだまだだったし、甘かったなって。そうですね。で、東京帰ってきて、楽天ファッションウィークに横に出て、じゃあもう東京の事務所決まるだろうってなったら、どっからも返信来なくて。うん。そうか。返信来ないのか。やっぱりじゃあフリーでやるのか。まあ私こんな感じだからさ、無理なのかなって思ったりとかもして、腹割り切ったりとかしてですね。もういっかとか思ってたんですけど、最近、返信が2ヶ月遅れぐらいで届いて、もしまだ探してるんだったらって言って、面接して、っていうか面談してきて、所属させてもらったのが、先週ぐらいですかね。これを教えてるね、レッスンとかで、最初に、もうとっととモデルやめろとか、かなり厳しいこと言うけど、その、なんていうの、みんなが思ってる理想と推測とさ、現実が相当違うんじゃ？違いますね。違う。残念だけど違う。ほんで、海外挑戦も、まあ、お前は運が良く、一発目から事務所入って仕事も経験できたけど、事務所入って1年、2年こうやって、挑戦した人とでも、本当に、まあ、4、5人に1人しか事務所入れてないからね、海外挑戦しても。ほんで、いや、ちょっとまだまだだったなとお前は言うけど、最初はさ、誰もがまだまだって思ってないだろ、うん、経験して、ああ、甘かったって思うし、残念ながら、そのまんまだったらみんな実は甘かったって思えなくて、その後にいくつか成長とか経験できて、進んで初めて、ああ、あの時思ってかったことや考えたことって甘かったよねっていうのがわかるんだよ。だから、挑戦しないと、まず話にならないし、挑戦して失敗しないと話にならないし、失敗した後にもう一回成長しないと、あの時は甘かったって思えなくて。最初の方は、もう、楽しかったんですよね。夢を追いかけてる、みたいなのが。なんか泥臭くて、なんかかっこよくて。で、俺、ちょっとやっぱり、夏休みしてるわ、みたいな。人生夏休みしてるわ。すっごい充実してた。で、ミラノに行って、現実を見て、で、東京。だって、ミラノで早速なんか夢はつまんねえな、みたいな言ってたじゃん。そう、夢追っかけてた時の方が楽しくなっちゃって。だからね、それ現実見てから。そう、お前が違うぞ。まだお前は掴めてないから。だから現実を、もう理想と現実が違かったことに対して、ちょっとつまんない。やっぱり、ギャップがあったら、一回食らうよね。食らっちゃって、ウェディングの仕事についてちょっと感想をどうぞ。ウェディングは、本当にラッキーパンチ、スーパーラッキーパンチなんですけど、たまたま私に DM いただいて、ウェディングのルックブック撮るから、それで、ちょっと来てくれないかって言われて、こんなんでウェディングやれるわ。そう。で、こんなんでって思ったから、私、眉毛も髪の毛もないですけど、いいんですかって言ったら、それがいいんですって言って、変な変わった人だなと思いながらも行ってきて、そしたらなんか黒人のアフロヘアの女性と、え、よかったね。そう、ツーショットで撮りまして。例えば1本10万円もらってもプロ、うん、1万円でもプロ、もちろんお金の代償は関係あるんだけど、お金をもらってる以上プロ。じゃあね、ただだったらプロじゃねえのかっていうと、前のもらうギャラがゼロでも、クライアントがお金かけて何かやってた場合、それって、プロ。って思ってよって、俺は思うのね。私もそう思います。なんかそう思わないと一定数いるらしいけど、それは違うと思ってて、こっちはお金かけて何かしようとしてる中に、
まあ、君たちがモデルとして参加したときに、今回やらなしですよって言ってもやりますかっていうこの発想は、こっちからすれば金かかってるから、君らは手にしないだけね。その代わりその経験だったり露出が起きるよっていう代償を選ぶか選ばないかの違いね。だからプロ。お金払ってようが、さらにじゃあ交通費とか滞在費とかかかってマイナスの人もいるわけだよね。残念だけど、他でお金をもらってる人だったら、お金を使っている人がいる以上、プロ。プロって定義なんだよなって思うんだけど、ただね、プロって意識を持ち始めるのは何かっていうと、多分責任だと思うんだよ。で、それが若い人と分かんない人ってやっぱりいて、一定数勘違いした人もやっぱりいるし、モデル1年目、初めての人、10年の人で考え方も違うし、モデルだけじゃなくて制作もクライアントもそれぞれ違うから、何がプロプロじゃねえかは、人それぞれ違うけど、違くてもいいんだよ。意識にあるかないかで、全然変わってくるよねって、俺は思うけどね。そこでなんか、仕事するようになって、現実見るようになって、ちょっと仕事としてモデルをしっかり真剣に捉え始まって、2回目の、ダウンが来まして、現実として仕事としてなった時に、ちょっと楽しくなくなっちゃったんですよね。真剣に捉えすぎて。なんか、真面目に。いや、真剣なんじゃダメだよ。そう、真剣なんだけど、この、結局、楽天ファッションウィークが終わって、ちょっと、ラッキーパンチがあったけど、ラッキーパンチ終わってから2、3ヶ月何もなかったんですよ。事務所も決まらなければ、仕事も来ないわけで、ね。だからといって自分からアクションを起こすこともできないわけで。だけど、そのギャップに落ち込んだ時期があって、マジで、おもんねえな、モデルって思ったんですよ。あのね、と思うんだけど、言うてって、お前もジュニアスですか、俺と出会って8年なんだよ。でね、あの、1年前俺に送ってきた時にここにポンと出そうかなって思うんだけど、あのね、あの1年前で脱線しました。僕、東京に出てきます。海外挑戦したいですって連絡してた時のお前がね、がだよ、半年ちょっとして8ヶ月ぐらいなんだけど、ミラノに挑戦してみたわけじゃん、パリも。言っとくけど、十分、成果、結果とか抜きにして、挑戦できててとか、挑戦の仕方とか、準備とか、を知って経験したわけじゃん。俺からするとだよ、2年は時間を短縮できてるし、間違いだっつ。お金も、俺に払った分抜きにしても、まあ4分の1とかで済んでると思うし、あれから1年でお前はミラノとパリに挑戦したよ。まあいろいろ経験しましたねって今語ってて、帰ってきてから、いや事務所がどうこう、トーコレがって言って、トーコレも4本経験できて、ほぼ決まって、で、あれから俺と出会って1年後、福島から出てきて1年後。とんでもないホップステップです。なんていうぐらい逆充実してな。もう充実した一年ですね。まあ、だからね、まあちょっと今その12月明けて、お正月からまたミラノに行くわけじゃん。今回はショートでございますね。はい。ショートですね。2週間しか行かない。はい。パリも行かない。ミラノに行くだけ。で、まあ上司も決まってるから。2週間、オーディションをゼロかもしれない。3本かも5本かもしれない。その可能性に30万かけると。やばいですよね。スーパーギャンブラーで。そうだね、最初はみんなね、夢と希望を膨らんでるから、TR って週7、朝からままバイトできるんだ。で、ちょっと進むと油断をするし、できなくなるわけ。で、お前もね、これもお前に聞いさせてるけど、帰ってきてからの半年間ね、撮影の機会とか、お金の努力とか、最初の半年と、じゃあ後半の半年で、これ1年間、ホップ、ステップ、ジャンプって言ってるけど、前半の方が絶対気入ってたわけだよ。間違い。お前ね、これをミスると、来年の年明けて、新年半年、さらに下がるからね。で、そうやってみんな失速していくのよ。で、俺はね、これをいっぱいみんな見てるから言えるんだけど、失速してしまう理由がわかる。だって夢と希望でうまくいくかもしれないって死ぬほど思ってるからこそ、
死ぬほどの気合でバイトしたり、努力したりできるのよ。けどさ、進めば進むほど現実が甘くねえよ。目の当たりにするから、しょうがないって俺も思うけど、けどね、そのしょうがないよ、しょうがないでやってたら他のやつと変わんねえよってなるからね。あとやっぱり最初の6ヶ月はやってきたなみたいなのがあったのは、やってきた、やったな、やったなっていうその努力したせみたいな思ったのは、やっぱり今までなかったものを取り入れたから新しく習慣になったじゃないですか。うん、それが習慣になってきて1年ぐらい経つと、もうなんつうんだろう、感じないんですよね。その習慣だった。あ、そう、習慣ですから、特別じゃないね。そう。だからそこにプラス何かを付け足さなきゃいけないんだけど、増やしたのは英語の時間ぐらいですかね、勉強する時間。そう、ダメですね。でも、ヘイ君、この間の新機能のカフェで、まあちょっときっかけあって全部見直したって言ったじゃん。ほんで、なんだっけ、オンラインサロンのやつの特別なさ、ケージと秋人と昔の話喋ってる中でさ、一つ、俺、あいつらすごいなと思うのがさ、当時のあいつらって悪いんだけど、高金源のお前らの3倍努力してると思うの。本当に週7バイトしてたし、朝昼晩暇ねえぐらいバイトしてた。ほんで、まあ俺の店ビジョンに戻ってきて、戻ってきてって表現もおかしいんだけど、平気で寝てたりするんだ。お前バイトしてたお前とか言って、すみません、時給安いんでちょっと寝させてくださいとかな。で、やってた時にあいつらって努力って言葉は使わなかったんだよね。やりたいことのためながらやって当たり前だっていう感覚を誰が言い出したかわかんないけど、なんかそれを言ってたの。ほんで、まあ、秋人も、刑事も、ロドリゴとかも、レンとかも、なんか、隣を見ればみんなそれをやってるから、当たり前って思ってんだろうな。そう、普通の人だったらそこまで努力するとか、やんねえのとかっていう感覚はなくて、隣を見たやつは全員、次のバイトは何やら、次は何時から何やらってバイト言ってて、いつ寝てんだ、何言ってんだよ、みたいな。っていうのが普通だったからね。で今でもほら、刑事とかも言うけど、だから、だってやりたいことのためなんだから、努力じゃないんじゃないですか、当たり前じゃないですか、みたいな。それは努力って言ったら続けらんねえですよ、とか。まあ、だからあいつらは厳しい。あいつらはもう言わねえだけで厳しいよね。え、そんな甘いこと言ってて、みんなやりてえって言ったんだ。自分だけうまくいこうなんて甘くねえみたいな。だ、それを思ってるか思ってないか違うよね。まあ、今年一年は、24年間生きてきた中で、一番泣きましたね。あ、そう。悔しかったり、嬉しかったり、寂しかったり、楽しかったり、あ、よくわかんないところでいっぱい泣いて、泣き疲れたぐらい泣いたっすね。いいですね。でも、ほんと、一年の中で、こんな短い期間で、いろんなこと経験して、こんな何分で喋りきれるぐらいの内容じゃない。まあ、そりゃそうだよな。ぐらいの経験をして、で、もう1月頭から、新年早々からミラノに行くわけで、今年の、あ、来年の命運は、このミラノにかかってる。もうスタートダッシュどれだけうまく切れるか。まあ、そうだね。限ると思うので、ここのミラノで、うまくスタート出し切れれば、多分2024年はいい年なんじゃないかと、私は思いますね。まあだから、お散歩みたいなから始まったよ。そこだけ、そこだけは面白いんだよ。トーク何も面白くないからね。おじ散歩ですけど。また咲いて